節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。三月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます。溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めます。大きな首をした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。うまくはいかぬ